こんにちは。ちょっとテロップ書いてます。こんにちは。ありがとうございます。たかぴょんさん、ピンクたこさん、ありがとうございます。パンダさん、ピンクハートたくさん、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。なんかみんながお話し会ありがとうございましたってツイート載せてるの見て、そう、なんか私もね、この諸事情が諸事情がなければお話し会あったんですけど、そう、諸事情があってちょっと今日のお話し会が参加できるかわからないっていうことで、そう、参加できなくなっちゃって、できなくなっちゃってっていうか元からなくて、でも案外諸事情が早く終わったからね、なんか夜だけとかだったら参加できたのになーみたいな。あ、もともと今日その予定がなかったので、お話し会の、そう、別のことがあってちょっと参加できなかったの、できないっていうのがもう発表の時から分かってたので、そうそうそう、まあでもそれはそれ、これはこれなので、うん、しゃなしと思って、とりあえず。でも私も明日はお話し会があるので、明日皆さんといっぱい喋れたらなと思います。たまゆきさん、ピンクハートありがとうございます。明日の予定なんですけど、なんかまだ確定ではなくて、そう、朝できるかっていうのが、その何時ぐらい、集合時間によってどんぐらいできるかっていうのも分からなかったりするし、だからちょっと確定ではないんですけど、朝一枠、お昼一枠、夕方一枠、夜四枠を予定してます。で、お話し会の会場で多分3部、私1,2,4,5なんですけど、3部に多分できるので、3部の時間にそのメンバーのみんなが行ったらやる、25分ぐらい周りに迷惑をかけないようにやるって感じで、でその配信の場所の状況とかにもよるんですけど、ワンチャン6部が終わってから、5部が4時に終わるんですけど、その4時に終わってからワンチャンできるかなみたいな。そう、でももしもなんか他のメンバーさんがなんかちょっとみたいな感じだったら、厳しいので、そう、一応別に作ってはいるんですけど、4時台か5時台か6時台のどれかが夕方って感じです。で、その3枠のうちどれか、3枠、4時か5時か6時台のどれかやって、で、まあ7時、この感じ、7時、9時、10時、11時っていう4枠。そう、ちょっと分数は多分違うと思うんですけど、また、それはちょっとまた、詳しいあれは後で出すんですけど、ただもしも、その、多分明日はリハなかったと思うんですけど、もしもね、別のことがまた急に入ったりとかするかもしれないんで、そうなった時はちょっとできないよって感じでも、多分今の予定見てると大丈夫かなみたいな感じです。そう、4時か5時にねやりたいなとは思ってるんですよね。
4時台か5時台でも厳しかったら6時台みたいな感じ。そう、テレテテレ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 、そうそう、あ、リハスケ、あ、リハスケ期限切れてる、パソコンでは開けません、ごめんなさいちょっと LINE で後で見ますね。ふなえもんさんハートありがとうございます。たかぴょんさんピンクハートありがとうございます。ありがとう。うん、4時にできたら3周できるの。3周できて、その19時からの配信も3周できるんですけど、5時にできたら、4時の配、あ、5時の配信が3周で、19時の配信が2周になるんですよ。で6時になったらその6時の配信が3周で、19時の配信が1周しかできなくなっちゃうから、なるべくはあの4時ぐらい、この時間帯ぐらいにできたらなとは思ってるんですけど、それはまあ明日お話し会の会場に行ってみないとわからないので待っててください。うん、でなんか無理そうなら、あの始める前にごめんなさいって言います。無理そうなので待っててくださいみたいな感じで言うので、してほしいだけはあ、でももし4時ってなったら、で1時間後にしてほしいすればいいんですもんね。そのだ4時、まあ、4時から始めるとして、3時15分にしてほしいして、でも厳しそうだったらごめんなさいって言って、そのまた4時15分にしてほしいすれば5時の配信には間に合いますもんね。そうそうそうだからもうよくわかんないことになると思うんですけど、明日は本当にもう臨機応変に皆さん来てくださいって感じですかね。申し訳ない。竹蔵さんハートありがとう。トラックヤローさんピンクハートありがとう。やっちんさんピンクだるまありがとう。トラックヤローさんピンクハートありがとう。ありがとうございます。うん、まあできれば4時にできることを、お話し会の会場でできることを祈っておくしかないって感じ。うん、そうそう、マジピンクだるまありがとう。竹蔵さんハートありがとう。クロパックルさんピンクハートありがとう。これ消すの忘れた、後で消しますね。肝顔、ジハーピョンの肝顔。ネバーストップさんピンクだるまありがとうございます。マックミックさんカナリンさんハートありがとうございます。ガチャピソさんピンクだるまありがとうございます。タケニーさんレインボースターありがとうございます。いやでも本当なんかレインボースター改めて貯めといてよかったですよね。この1年ぐらい TGC のイベントから今日までというか、この今回のイベントまで、うん、初っ端初日のスタートダッシュが切れたのはめっちゃレインボースターのおかげだから、そう、みんながチャレンジとかで受け取ってくれたりしてたおかげだから、それをちゃんと貯めといてくれたおかげだからありがとうダオンダヨンさんフォローありがとうございます。トラックヤローさんレインボースターありがとうございます。マックミックさんハートありがとうございます。うん、マジで貯めといてよかったよね。
みんなのおかげ、ありがとう。ガチャピソさん、コロポックルさん、ピンクだるま、ありがとうございます。そうだね、このイベントが終わったら貯めますね。でもまた次ショールームのこういうイベントに参加するかはちょっとわからないです。うん、なんかみんなに本当、なんかドボンもそうだし、なんかいろんな面で本当にいろいろ時間労力その他もろもろかけてもらってるのに、全然なんだろう、私の力がないから、なんかそれ以上に今の自分、ファンの方はもちろん増えてる、増えてくださってるな、私のことを知ってくださってるなっていう方は増えてくださってるなっていうのはすごくあるんですけど、でもなんか今の自分で止まっちゃってる気がしてて、どんだけみんなが頑張ってくれててもそこで止まっちゃってるから、なんかねと思ってこんだけ本気になれるのは本当にみんなのおかげなんだけど、もう私も9年目なんでね。うん、ともゆきさん、ピンクハートありがとうございます。うん、50カウントしに来た、また夜来る、ありがとう、ありがとう。やっちんさん、ハートありがとう。オリビエさん、ハートありがとう。熊高さん、ピンクだるま、ありがとう。うん、なんかいつまでもみんなにいろいろ使ってもらってばっかりじゃん、労力などなど買ってもらってばっかりじゃん、ほんと申し訳ないから。なんかいろんなイベントも、考えるかーみたいな感じ。うん、高水さん、フォローありがとうございます。ともゆきさん、ピンクハートありがとうございます。マフィンさん、ハートありがとうございます、ありがとう。そろそろ星集め行ってきま、あ、行ってらっしゃい。何分、20分とか25分とかか、そうだよね、いってらっしゃい、ありがとう。マックミックさん、ハートありがとう。この後の配信が多分3周できるので、時間的には、うん、だから一応その6時半、18時半にしてほしい、すれば3周できる枠なのでお願いします。黒船55さん、レインボースター、ありがとうございます。お仕事戻ります、ありがとう。333333フォローありがとうございます。3って何回言ったかわかんないって、アイドルをいじめようとしていますか。マジピンクハートありがとう。ありがとう。チャララチャーチャンチャンチャチャン。こんにちは、こんにちは。ありがとう。
とうございます。パンダさんハートありがとうございます。スーさんピンクハートありがとうございます。でもなんかこのイベントをと、いや前もやってた気がするんですけど、このイベントを通して本当にあのスケジュールを考えるように、考えることができるようになりました。なんか最初はなんかみんなになんかいやそれだと賛成できないよとかいろいろそう教えてもらいながらだったけど、みんなにはもう最後の確認だけでいいぐらいの自分でスケジュールを立てることができるようになりました。うん、そう、人って成長するんだなってこのイベントを通して思いました。水分補給の合間、いっぱい水分取ってね。じゃあ水分補給の合間に来たので、だって水分いっぱい取ろう。じゃあ夏、ほら夏だからさ、あのあれになっちゃダメ、熱中症になっちゃダメだから、いっぱい取っていっぱい取って星いっぱい投げてもらおうとしてる今回のイベントで3周50カウントが覚えてできるようになった。お、やっぱ人って成長するんですね。完全にこうちゃんさん、ソクレスちゃん、おしーさん、ピンクハートありがとう。太郎さん、レインボースターありがとう。みんなと一緒にやってるから楽しいです。よかった、ありがとう。ゆうごさん、レインボーしたありがとう、ありがとうございますね。成長しましたね私たちだって私全然スケジュールの立て方全然分かんなくて、最初の方、最初の方もそうだし、あのあれの時 TGC のイベントの時も全然分かんなくて、なんかもうとにかくみんながなんかここはこうだこうだこうだって言ってくれるのを聞いて、もうわかんないよそんなこと言われてもって思ってたけどそう、まあ未だにね、そうちゃんとすごい 100% 理解してるわけじゃないからあれだけど、でもイベントこの2回を通してタイムスケジュールを自分で立てて、あとみんなにしてもらうのは180分やってるかっていう確認と、その捨て干しとかが間に合うかっていう確認を、最終チェックをみんなにしてもらうっていうだけにできるようになったから、えらいタカピョンさん、ピンクハートありがとうございます。うん、本当に人間は頑張れば成長します成長を止めるのは自分です。だから皆さん、これからのまたね、これがね復習とかしなかったら、またその次のイベントに出るか出ないかは分からないけど、出た時にみんなあれってなっちゃうから、その時はちゃんとみんなそうならないように、2ヶ月に1回3周するとかうん、練習をまた努力で積み重ねて3周の仕方忘れないでね。エンドレッドさん、レインボースターありがとうございます。プロポックルさん、レインボースターありがとうございます。タカピョンさん、ピンクだるまありがとうございます。マクミックさん、オダー推しよりギダオさん、ハートありがとうございます。そう、あ、そうだ、今日の中間発表も2位、ありがとうございました。本当にずっとこの順位をキープすることができているのも皆さんが頑張ってくださってるおかげなので、これからもまだまだあと今日含めて5日、まあ今日もう1時間半ぐらいやってんのかな、まだそんなやつね、まあ今日含めてあと5日ちゃんと振りも起こしつつ
のやることはちゃんとやりつつ頑張りたいと思うので、また頑張りましょう。毎日配信してたからどういうことだ。あ、普段から、確かにもう1000日ぐらい私続いてるからかな。でもそれとこれとは多分関係ない、みんなが頑張ってくれてるってことでしかない、マジで。うん、とにかく健康第一で、まずはもう8月8日まではとにかく健康第一でそう、何もないことを祈っておいてください。まあ、イベント自体は3日までなんですけど、なんて言うんでしょう、エイトの日が8月8日にあるので、そこまではとにかく健康第一で頑張ります。エンドレットさん、ピンクタコありがとう、オープンアカウントさん、ハートありがとう、ありがとうございます。マジピンクハートありがとう。それでは32分なのでランキング読みます。28秒から始めてる。 OK、まだ今日50分ぐらい、あ、でもこの配信で50分プラス25分だから100分超えた。あ、嘘、60分超えましたね。1時間超えた。それではいきます。1位竹兄さんありがとうございます。2位トラック野郎アットゴリさんありがとうございます。3位タカピョンさんありがとうございます。4位パンダさんありがとうございます。5位黒船55さんありがとうございます。6位コロポックルさんありがとうございます。7位太郎通りすがりのカッパさんありがとうございます。8位ユーゴさんありがとうございます。9位エンドレッドアットピョンズさんありがとうございます。10位そこの君ハートをポチッとピンクにしようさんありがとうございます。11位ともゆきさんありがとうございます。12位マジありがとうございます。まなみさんルームから50カウントです、ありがとうございます。今日はお電話ありがとうございましたっていうのはちょっとちゃんと LINE で伝えたんですけど、本当にまなみさんとまなみさんのファンの皆さんとの時間をちょっと奪ってしまって、マジで申し訳ない気持ちでいっぱいです。まなみさんとはね、なかなか最近会えない、チームが変わっちゃったからなかなか会えないんですけど、そうなんですよ、めっちゃ寂しい。でもまなみさんは今のチーム K のメンバーにももう多分彼女は見つけてると思うのではい、とっても悲しいんですけど心に刻んでそれを心に刻んで私も新しい岡田里奈という人間と共に歩んでいきます。でもまなみさんに会いたいです、久しぶりに、という感じで35分になったので、また19時15分にお会いしましょう。それではありがとうございました。また来てね、19時15分です。次またね、ありがとう。